様ごきげんよう、ソプラノの玉木ひみかです。いつもご視聴ありがとうございます。6月30日に和歌山市内で、私のソプラノリサイタル帯同1、美しい四季の歌玉木ひみかソプラノリサイタル、開催いたしました。ご来場いただいた皆様、そしてオンラインでご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。今ね、日本国内ではとっても湿気が多くてジメジメして、そして暑いっていう日々が続いておりますが、爽やかになっていただきたいなというところで、夏は絹という曲を、お届けしたいと思います。この曲は明治29年1896年の5月に発行された小歌集の中の曲です。今から128年前ですね。爽やかな初夏の田園風景が描かれています。夏は絹とは現代の言葉で、夏が来たという意味になっています。1番では4月の末頃に咲く、白く輝く小さな花の卯の花や、夏の渡り鳥のホトトギスが登場してきます。蛍や薄紫色のおうちという花、そして5月6月によく鳴くクイナ、水堀と書いてクイナですね、ムクイナが登場してきます。このように夏は絹は初夏から梅雨の時期までの景色を、美しく描写している曲なんですね。それでは夏は絹、お聴きください。ご視聴いただきありがとうございます。玉木ひみかのソプラノリサイタル帯同シリーズ第2弾が今年の9月29日、再び和歌山市のルルホールさんで、開催されます。こちらについての、情報も概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。こちら当日会場にお越しいただけないっていう、ちょっと都合つかないよっていう方でも、オンラインで見ることができます。で、1週間の、アーカイブもついておりますので、お好きなタイミングでご覧になっていただくことができます。ぜひぜひ会場にお越しいただきたく、そして、無理な方は、オンラインでご視聴いただければと思います。そして今回もバイオリンのフィルプ・バリアさんにご出演いただき、ピアニストは香川のりえさんをお迎えしての演奏でございます。ぜひお楽しみに。それではまたごきげんよう。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。
しくお願いします。